かっこいい名前なんで 3番。はいはい、ここ帯広から移動したいと思うんですけども、はい、えりも町というところに行きたいと思います。はい、距離にしてどんぐらい？120キロ。遠いね。でそれまた移動手段は？ヒッチハイクしたいんですよ。やっぱりだな。僕が顔が北海道だとしたら、うん、ここがですね、えりも町って一番あのところ、はい、でえりも岬ってところが一番端っこにあるんで、はい、じゃあえりも町まで走っていきます。好きだなそれ。えりも町ってとこに行く人少ないと思うんですよ。ちょっとめちゃめちゃきつい気がする。寒いしな。これでね、僕は帯広にいるわけですけども、はい、帯広の人がここで捕まんなかったら帯広の人はめちゃくちゃ優しくないことになるんで、ここで帯広の人を捕まえて帯広の人は優しいというのを証明しますよ。あれもう1台目。早いですね、はい、ありがとうございます。やった。開始2分。開始2分です。せっかく来たんだから外国駅見てきたね。来たことないですよ私は。ないです、初めてです。こちらが外国駅でございます。ラバーズって書いてます。本当だ、外国駅ですね。すごい幸せにあやかれそう。なんかね、今はどこまで寄せていってる。今これから向かってるところは大正っていうところで、帯広からは約20キロぐらい南になります。一歩前進できます。鶴みたいな板なんですけど、あ、鶴飛んできます。あれ、あそこ、あそこ、あそこ、あ、鶴飛んできます。タンチョウ鶴ですね。タンチョウ鶴、まあ、それと鶴でなければ大白鳥、シベリアの方から飛んでくる。はい、生チョコプレゼント。ありがとうございます。生チョコプレゼント、うわ嬉しいな。それ、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい距離バキしてチョコくれた。血糖値上げようよ。やった来ました。ちなみにハッチハイクの人とか乗せたことあります？いや今日初めて、初めて。いやなんか今日寒いでしょ。めちゃめちゃ寒いです今日。かわいそうだな、かわいそうだな。いやありがとうございます。ありがたいです。ここが東北駅。おー、うわー出た。しっかりと掴まないと。何を？幸福を。そうですね、はい、あの拾ってくれたじゃないですか僕ら。はいはいはい、もうすでに僕たちは幸福ですから。うわいいこと言うわ。えりも町に今入りました。ようこそえりも町。したけど、岬の中ですごさ一番綺麗だし、迫力、風の強さも含めすごいよ。はい、ということで、えりも岬に着いたんですけども、はいはいはい、なんかあんだよ、館が。市内の方で泊まらせてくれる優しい方を探そうかという企画。いいですね。どうなるか分かりませんけども、初の試み。そう、初の試み。泊まらせてください。無理でもこの僕らが作った手書きの名刺があるんで、これを配って回りたいと思います。400枚手書きで書いてるやつな。そう、いいですね。あ、いいね、レンガ風の。
だってスタッフも多いよ。やるやつも知名度ある。女優さんだったりとか。だからやっぱり若い人の家は、おばあちゃんの家は、おばあちゃんとか、ちょっとのこういう家とか。なかなかきついっすね、この企画。減らないんじゃないか。普通の日だったら良かったんですけども、お彼岸と卒業式が重なっており、お花屋さんも忙しいらしい。惜しい。また川の字でも、もう今ですね、店のお母さんがいろんな方に電話かけてくれて、地元の方がいっぱい集まってくる。大集合の大相談でございますわ。はい。ということでね、大輝さんの家に本日泊まらせていただくことになりました。いや結構ね諦めかけてたんですけど、いや無理だねと思ったんだ。気づいたらお店にいろんな方入ってきて、そうどんどん入れ替わり立ち替わりで ね、お言葉に甘えて、ね、お言葉に甘えてお泊まりさせていただきます。泊まらせていただきます。行ってきます。お邪魔します。お邪魔します。わーすごいこれ。おうん、まうん、ま北海道出身なんで函館と札幌だった。当たってからダメなの。カニかなんかだった。アニサキさんやな。北の横全然濃いな。お前宿一般の普通にもう布団敷いてもらって、そして朝ごはんがめちゃめちゃ美味しかった。イタリアに付き添いするこんな急に来てね。いや本当にそうだわ。本当にありがとうございます。この旅を応援したいと思ってくださった方は高評価チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。わあ、もんぱくしてえな。お世話になりましょう。